作りしてます。今日はトリコと、京都に行くので荷造りをしてるんですけど、もうベッドに入ってきましたね、トリコ置いていかへんから大丈夫よ。置いていかへんから大丈夫で、荷物のご紹介をちょっと、せっかく荷造りしたので荷物の荷物なんですけど、まずまあ私のやつはこのコテとか、コテが入ってます。でまあ化粧品のポーチと、あとはカメラと、この中はなんか自撮り棒とか、そういう YouTube 撮るためのマイクとか入ってます。あと雨降るので、雨降るっぽいので、そう雨なんですよね多分、傘と、あとはそれだけかな。私の荷物はもう服も持ってかないので、着てきたやつで帰ろうかなと思ってるので、あとはトリコの、これは今から中に保冷剤入れるんですけど、今凍らしてるんで、保冷剤ケースと、トリコこれ噛むやつ違うで、あとは、あとこれね実は今日、今晩食育のオンラインのお勉強があるので、今勉強中の食育のオンラインが何時間かな、まあ、なんせ長いんですよそれを旅先で勉強ね、旅先でやるっていう夜なんですけど、で、あとこのルイスドッグのケースの中はご飯と、もう今回ねちょっと最小限の、いつもサプリとか山盛り持ってくんですけども、今日だけもちょっとご飯と、あとはこの ブラシと、あとスヌードですね、スヌードとトリコのスヌードです。あとはこれブラッシングスプレーにもなる、もうすごいいい匂いでお気に入りのフレグランススプレー、虫除け効果もあって、まあ、ブラッシング前に、ブラシする前にも使えるので旅行の時も便利なんですよ。そしてこれは欠かせない涙焼け、リバイバルウォーター目元クリーナーになります。で歯磨きセットがこの中に入って、ピタポイとシグワンのゼオライトの歯磨き粉、ピタポイは本当にねいいんですよ。これなんか前の動画でもご紹介してますけど、だいぶ使ってますけど、こう一枚一枚ねこういうシートになってて剥がれるんですけど、これを指につけて、もうトリコ邪魔せんといて指につけて歯磨きする、両面テープになってるんですけど、その歯磨きとご飯と、トリコのご飯と、あとはティッシュとか、トリコのベッドですね。でなんかフードボールとペットシーツはもうあるみたいなんで、もうそれで持ってかないでいようかな、持って今回はもうその向こうにあるのを使わせてもらおうかなと思って、なるべく荷物を最小限にしようと思って今回は持ってきません。であとは、ボディバッグ型のキャリー、グーフリンク×ファーファ別注の分ですね、これをちょっと使おうかなと思ってます。
一応コラボキャリーも持っていきます。コラボキャリーはね、本当に人気のキャリーです。一点物なんですけど、感じ。ささみとかぼちゃと茎。して、これ、いつもの便利なちっちゃい器が2枚入ってるのと、あとはこれ、今からお水入れるんですけど、これも便利。これは本当に売れてるやつ。1000円に消費税です。ファーファの吸水ボトル。もうウェットティッシュとかね、周りにぐるっとポケットあるんで便利です。あ、これもね、今売れてる、アイスハーブロックっていう、虫除けと冷感、冷感ペット用のスプレーになってます。これもね、すごくいい。ひんやりするんで、熱中症対策にもいい感じです。で、バイオウィル除菌のスプレー。これがもう、前回の京都旅行に行った時にも大活躍で、やっぱ来れないと無理です。もう金閣寺とかめちゃくちゃ暑かったんで、しかも金閣寺ワンちゃんを歩かせたりとかしたらダメで、キャリーからも一切顔出しちゃダメなんですよ。でも暑いから、キャリーに向けて、トリコとルーベラもその時行ってたんですけど、ちゃんと当ててました。なので、まあ京都ね、暑いんで、これとこの扇風機と、これもファーファのオリジナルで、絶賛好評販売中になります。これとですね、この保冷剤絶対いりますね。と、あと、まあ冷却スプレー、これも熱中症対策。あとね、お水もしっかり飲ませて。で、おやつケースと、ね、トリコ。トリ出てくれる？閉められへんやん。またトリコのお洋服。前、この間京都行った時も浴衣着てたんですけど、これアレッタ・アンジェリークさんの浴衣です。かなりやっぱり京都らしい感じ出てたんで、ちょっと今回も持っていこうかなと思ってます。お洋服もう出て、トリ出てくれる？こんなんやったんですよね。そうそう、予防接種の証明書を持っていきます。トリコ、可愛くなってよかったね。トリコ、これおもちゃじゃない。リード。これコンパクトになる、本当におすすめのリードなんですけども、噛んだらあかん。そう、このリクスバーディーさんのリードと、あともう一個、おもちゃ持っていこうかな。ウニボール。最近お気に入りのウニボールを持っていきます。で、多分忘れ物ないかなと思うんですけど。今日のお宿の夕日の家。ね、なんかボタンで、ロックがかかるみたいです。玄関がこんな感じで、寝室がなんと2つありました。1人ですけどね。 で、寝室にはワンちゃんは入ってはいけないそうです。で、2階にリビングがあるみたいなんですけど、ここは金庫がありますね。2階にリビングがみたいなので、ちょっとあります。
しょ。安全用のゲートがありますね。階段ね、危ないんで。で、こっちがお手洗いかな。うん、手洗い綺麗ですね。で、洗面所もちゃんと2つあります。そしてお風呂ですね。お風呂も広い。そしてリビング、こんな感じ。あ、なんか和室落ち着く。ゲージがあってフードボールとか、あと、あ、洗濯機とかもありますね。バケーションレンタルなんで、まあ、今流行りの暮らすように泊まるっていうやつですね。冷蔵庫もか、まさか私のカバン置いてる電子レンジもあります。キッチンもねついてるんで、でキッチンにはまあお皿とか結構おしゃれな感じのものか、お鍋とか全部あります。ここにゴミ箱があって、で左がワンちゃん の, あのペットシーツとかで、右が人用の人が使うたものとかゴミを入れるゴミ箱ですね。お茶とかコーヒーメーカー、いい感じです。大阪神社に来ました。ミドルキャリーがあれば入れるみたいなんで、じゃあ登れる？無理か。
天箱の腕の上に手をかざしてくださって、すねの鈴の音が鳴ります。かわいいねって二人。暑い。めっちゃ蒸し暑いです。今夜の11時半です。で、まあ、軽くそうですね、カフェ行ってから、戻ってきて、で軽くちょっともう時間がねなんせなかったんですよ。で軽く食べてさあ Wi-Fi をつないで、今日まあここに来た理由が今食ワンちゃんの食育のを勉強していて、あのオンラインでね、あの先生に教えていただいてるんですけど、それがあと何回かあって、まあ、自宅は、まあ、旦那さんがいたりとかで結構お家も狭いので、まあ、気が散ったりとか気を使うのでまあしっかり勉強したいということもあって、あの今日の日を選んだっていうのがあるんですけど、今日8時からその食育のお勉強があったので、インターネットに絶対つながないといけないんですね。でなんと私本当にいろんな運が悪くって、全然ネットにつながらなくって、でここ の, あの緊急連絡先に電話ずっとしてたんです。ずっとつながらなくって、で6時半ぐらいにやっと折り返しがあって、で親切に来てくださったんですよ。ほんでもう多分外に Wi-Fi ルーターがあるみたいなんですけど、なんかそれを抜いたり刺したりいろいろしてくれて、やっとつながったのが7時40分ぐらいだったんですよ。で8時からでも慌ててトリコにご飯あげて準備して、で今3時間ちょっと受けてたんですけど、それで今で今ちょっとお風呂入れて、そうという感じです。で今日トリコと初めて二人旅、もともと一人で行動とかできないんですけど、まあね、ワンちゃんがいたら一人にならないです一緒に二人で旅行って本当に初めてですね。夢氏がいて、あの出張で東京に行ったりとか、まあ、九州に行ったりとかもしましたけど、うん、まあ、今回は、まあ、こんな仕事というか、まあね、夜このセミナーを受けたりとかもしてますけど、まあ、一応二人旅ということで、まあ、動画も回してるんで 100% プライベートの旅行とは違うかもしれないですけど、一応初めての二人旅、なんかやっぱりその昔いたパリスもそうなんですけど、まあ、夢氏も私結構仕事ばっかりでどっか連れてった記憶がそんなに、うちのお客様いろんなとこ行かれてるんですけど、そんなになくって、やっぱパリスに関しては本当に、名古屋店と、まあ、東京店も昔あったんで、東京店大阪店そのどこかにいるっていう感じで、本当にどこにも連れてってあげてなくて、一回京都の方とかに旅行で行ったく
フライって感じなんですよ。でやっぱりね、うちのお客様にそれ言ったら、まあ、何人かに、そんなんワンちゃんそんなん分かれへんよ、どこにおってもママと降りたいからって言われたことあるんですけど、なんかやっぱりいろんなところに行っていろんな刺激、いろんなものを見たりとかってやっぱすごくいいと思うんですよ。長生きにもつながるかなと思うし、なぜこう思い出になりますよね。だから本当に夢氏がそう目が見えるようになって、あのいろんなとこに連れて行ってあげようって思ったんですけど、そうなのでもうトリコにはやっぱりこうやってたまに、まあ、仕事絡めてでもいろんなとこに行っていろんなものを見せてあげれたらなと思って、あの行動してみました。本当にね、前日今日火曜日だ、火曜日、日曜日の夜中に突然思い立って申し込んだんですよ。今日がセミナーっていうのもあって、夜に、あそうや、ちょうどそれを重ねたらゆっくり受けれると思って、でそうここにしました。で、まあ、残念なことにトリコはちょっとあかんたれというか、新しいところ緊張したりしてそわそわするんで、ちょっと慣れてってもらったらいいなと思います。ゆめしはね、なんか新しいところがすごく好きでね、えいろんなとこ連れてってあげたら多分すごく喜ぶんですけど、トリコはねちょっとね若干ダメなところがあって、今日はでもね、お風呂ができたっていうことですね。そう。今日は、今日は、そう。トリコも結構ね歩いたんですよ。なんかずっと一人で結構歩けなかったりとかしてて、なんか知らないところで焦ってるのか焦ってたのか、結構早歩きでわーっと八坂神社のところ歩いてましたけど、よかったです。でまあ明日もそうですね、打ち合わせも入ってたりとかするんで、もう10時にチェックアウトしてすぐ帰るんですけど、二人旅で、こちらのお宿で、まああともう結構すぐ寝ちゃうと思うんですけど、ちょっと一本最近あの韓国ドラマ見てるんですよ、ヴィンセンツォっていう、それまあちょっと一本でも見れたらいいかなと思ってるんですけど、で言いながらちょっと動画編集もするかもしれないですけど、はい、この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.